はい、皆さんこんにちは。貨幣研究室ファイナンシャルプランナーの伊藤です。今回ご紹介するのはですね、2022年に、発売されました、アメリカンリバティのシルバーメダルになります。こちらです。はい、馬の躍動感がね、非常に伝わるリバティのシルバーメダルとなっております。そして裏面はユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカということで、和紙が表現されております。なぜ2023年の動画で2022年のこのリバティの、シルバーメダルを取っているかというと、理由がありまして、2021年に、発行されましたリバティのこの同じ馬のですね、姿の金貨が、実はコイン・オブ・ザ・イヤーの2023年におけるベスト・ゴールド・コインに選ばれたんですね。さすがにもうベストゴールドコインの1オンスの金貨に関しては造幣局では売っておりません。私は持ってますけどね。その代わり、まあ同じデザインであればね、気軽に買える銀貨で持っておくのもいいんじゃないかというふうに思いまして、このリバティのシルバーメダルをですね、追加で購入したというのが、まあそのきっかけなんですね。ベストゴールドコインのね、同じ、まあ姿であるならばね、まあ、銀のシルバーメダルでも持っといてもいいんじゃないかというので、購入しました。やっぱりね、躍動感が素晴らしいですね。1オンスの金貨はここまで大きくないんですが、やっぱりこの銀もね、なかなかかっこいい姿をしっかり描いている作品と言っていいんじゃないかと思います。説明もね、なかなかいいんですよ。こんな感じでね、かっこいい証明書となっておりますね。はい。まあ、こんな感じでね、説明書きが載っております。また、アメリカの造幣局、箱もなかなかかっこよくてですね、こんな感じで、まあ、収まるようにですね、入っている。まあ、これは昔からの形になりますけど、メダルに関してもここに入っているというものになります。まあ、実際こんな感じで入っていたということになります。まあ、コインオブザイヤーに選ばれますとね、どうしても値段は上がる傾向にあります。それと型が一緒であればね、別にメダルで持っといてもいいんじゃないかということで、入手しました。まあ、そういった買い方もあるよということですね。分かってから買っても別に構わないと。まあ、値段が上がっているものではあるけど、それに近いものであれば、まだ値段が上がっていなくて、造幣局で買えるというものもありますので、これも US ミントから直接買いましたけども、まあそういった方法で集めていくというのも面白いかもしれませんね。まあどっちかっていうと投資に近いかもしれませんが、まあそういった買い方もあるということです。はい、今回は2023年の、ベストゴールドコインに選ばれたアメリカの自由リバティ金貨の、銀のものですね、銀メダルとして、発売されたものをお見せしました。また様々な観点からね、購入はしていきたいと思っておりますので、ぜひ楽しみにお待ちください。